ゴールデンマーケットは北海道札幌市で行われるフリーマーケットを主体としたイベント。ゴルマの愛称でも知られる。テレビ北海道の開局10周年イベントとして TVH と同じ TXN 系のテレビ愛知が当時名古屋ドームを用いて開催していたマンモスフリーマーケットを参考に始発開催。屋内で行われる北日本最大のフリーマーケットとして 1> 第1回を1998年4月25日と26日に開催した。テレビ北海道が主催し、開催日前よりテレビ CM を行う。一般参加のほか、セミプロやプロも出展することが可能であり、1.82メートル四方から3.64メートル四方のサイズを一ブーストする。入場には入場チケットが必要であり、市内の一部コンビニエンスストアや、 プレイガイドにて販売されている。かつてはテレビ北海道の会員クラブであるクラブ TVH に入会することで出店料や入場料の割引サービスを受けることができたが2011年3月の同クラブ終了により割引は廃止となった。その他入場の際には入り口で粗品が渡され会場内で景品付きのアンケートが行われる。都道口近の広場には たこ焼きやフランクフルトを販売する店舗も出店しており2007年春には移動型の大型エキシビジョンが登場したまた出店者には開催日よりおよそ1週間前より出店者パスが送られ会場前に入場する場合や再入場する際に必要となる会場内はフリーマーケットのほか、商品 PR 販売目的で 各企業が設けたブースが設置されている。さらに、飲食可能なスペースやマッサージを行うブースも設けられており、毎年特設ステージが会場内に建設される。ありがとうございます。